せる。お前はもう終わりだ。ふん、大きく出たな。では、見せてやるぞ。この剣の真のパワーを。それが、どうした。全体じゃなくなった。つまらない。それじゃお前ももう終わりだな。許さない。何をするつもりだ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが、貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。何だと自爆。そうはさせるか。この俺に衝撃を与えればその瞬間に爆発するぞ。あと30秒だ。くそ。どうすんだよ。なんとかしないと。ダメだ。もうどうしようもない。あと10秒。やっぱどう考えてもこれしか地球が助かる道は思い浮かばなかった。悟空、お前まさか。バイバイみんな。
ここまでよくやったな、ゴハン。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っていてくれ。わ、悪い海王様、ここしかなかったんだ。くそ。消えた。孫悟空の木が。ご飯。どこに行ったんだ、セロア。終わったな。お前と悟空が終わらせたんだ。頑張ったな、ご飯。でも、お父さんは…悟空は満足そうな顔をして死んでいった。お前の成長が嬉しかったんだ。さ、もう帰ろう、ご飯。この木は…当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまりより完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころか、いろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様、よくも、トランクス。くそ。何が惑星ベジータの王子だ。次は貴様だ、孫悟飯。終わりだ。
遊びはもう終わりだ。地球ごと消えてなくなれ。どうだ、地球どころか太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力だぞ。ごめんなさい、お父さん、みんな。僕にはセーブを倒すことができなかった。お父さん、みんなの仇を取ることができなかった。セルみてえに思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。そうすりゃ必ず勝てるさ、絶対だ。だけど今の僕は片方の腕しか使えないし、気だってもう半分以下に。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろ、ご飯。おめえの力の全部を出し切って爆発させんだ。最後に見せてくれよ、俺たち二人で作った力を。はい。さらばだ、ソングファン。今だ。ついにやったな、ご飯。